今回はジャストシステムの音声認識ソフトドラゴンスピーチです。音声でパソコンに、テキストを入力できる、はい、命令もできますね。命令こう動けみたいな。そうですね、マウスを動かしたりとかクリックしろみたいな。クリックしろとは言わないんですけど、クリックとか言うと OK ボタンをクリックしたりしてくれる最新のソフト。一時期こういうのに凝ったんですが、ちょっと使えなさすぎなんじゃないっていう間違いが多くて、それを訂正する作業ばっかりだったみたいな記憶があったんで、ずっと使ってなかったんですけど、最近あの Google とかの音声入力とかってかなりAndroid 端末とかだと検索キーワードとかしっかり認識するじゃないですか、うん、だからもしかしたら今時の音声認識ソフトっていいんじゃないのとか思って試してみたらすごいです。あ、すごかったですか。すごいです。これね、原稿の下書きとかに一応使えるレベル。へー、完璧にはいかないんですけど、でもよく認識するよって感じですね。へー、ちょっと実際にやってみましょうか、はい、マイクですね、うん、がついてるもの、これはを使うとより、認識効率が良くなるよっていう認定されたマイク。なんか認定版にしてはちょっとこういろいろ。そうですね、こうなんかこう簡単にできてます ね、ちょっと簡単な、全部プラスチックスかみたいな、あの飛行機で配られそうな感じ。そうですね、これくれてもいいんじゃないみたいな、あどうぞっていう感じので、これをまずつけまして、はい、こんな感じでプロファイルっていうのがありまして、自分でこういう状況で入力しているとかっていうのを、うん、1個決めるんですね。で、iPhone5 をマイクとして使うっていうようなプロファイルと、あとこれをマイクとして使ったプロファイル、この人はどういう声の大きさなのかとか、どういうイントネーションで喋りがちなのかっていうのをだんだん学習してくれるそうです。でも一応簡単に学習というかセットしたのがありますので、これを開くと、でこれで使えるようになってるんですけども、これが操作のバーなんですけども、ドラゴンバーと書いてありますけども、はい、この赤いアイコンをクリックすると音声入力ができるようになる。じゃあ簡単な文章を読みますね。医療機関や教育機関、点福祉機関、点裁判所など、点公的機関の入力業務でも幅広く活用されています。丸みたいな感じ。この文字のとこちょっとですね、きれいにしますから。こんな感じですね。すごい。合ってますね。合ってます。宮内先生も何かやってみますか。やってみたいです。何やりますか。このちっちゃい文字だと読みづらいです。雑誌とかの文章もありますけども、プロファイル登録作業をちょっと。へー、宮内先生は別人なので新しいプロファイルを、これを作っていただいて、あとは僕ちょっと黙ってなきゃいけないんで、宮内先生画面に従って喋ったり。わかりました。喋っても入らない。大丈夫ですね。これでいいですか。はい、じゃあそれでいきます。次、日本語すごいざっくりな年齢分なんですね。次、USB ですね。はい、はい、USB マイクです。はい、私でこの先でちょっと喋る、ボリューム調節ですね。あ、わかりました。でマイク USB、はい、はい、彼女を参考にとマイクの位置を合わせると。はい、これを読むわけですね、はい、いきます。この文章を音読している間にコンピューターはマイクのボリューム設定を行い、設定終了後はビープ音でお知らせ。おお、これもですね、はい、ドラゴンが音声を正しく認識するためにはマイクとオーディオの音質のチェックを行う必要があります。前回のステップで行ったようにマイクに向かってはっきりと音読してください。音読している間にドラゴンはオーディオの音質を調整、できちゃったみたいですね。はい、えい。で、そう、ここでトレーニングしてドラゴン、ドラゴンスピーチより認識率を高めることもできるんですけど、うん、省いちゃって大丈夫です。さあ、今回省略します。はい、えい、完了しちゃっていいでしょうか。はい、でこの、これをクリックしたら何か読んで大丈夫です。わかりました。何読みますか。何読むかな。これいきますか。これいきます。点とか丸は点とか丸って言ってくださいね、はい、これ iPhone は iPhone ですか、 iPhone ですか。まあ適当でどっちでも大丈夫ですか。じゃあいきますよ。はい、テザリングとはスマートフォンをワイヤレスルーターとして機能させ、点パソコンと iPhone を Wi-Fi で接続し、点
3G または LTE 回線を共有する機能丸、どこでもインターネット接続ができるのが魅力だ丸。このテザリング機能はすでに iPhone4S で実装されていたが点、今回の iPhone5 の発売を機会に日本あふんはあ、はい、じゃあ一旦中止36あれあテザリングちょっと、ね、滑舌が悪かったですね。いやテザリング知らないんじゃないかな彼は。あの結構マニアックな言葉なので。iPhone、Wi-Fi、3G、LTE 言ってますね。でも iPhone をある Wi-Fi で接続。でもこの辺ですね。この辺の細かい部分はちょっと間違いがここに、ね、私噛みました。あ、そうですか。はい。Wi-Fi の前噛みました。あ、おお、すごい。でも5はカタカナですね。あ、そうですね。OS は行くのに。知らなかったんですね。このソフトが出てまだ5出てなかったですからね。あ、じゃあ iPhone4S は存在を知ってるってことですね。きっと。ですね。この辺できっと日本国内でもってとこですかね。でなんかあうふふふっていうゲームっていう。ね、うんうんうん、認識するのはちょっとすごい、ね。まあこんな感じで。すごい。すごいですよね。昔のソフトだとこんなことはできなかったんですよ。最初にあのかなり学習させてるにもかかわらず全然認識しないとかって多かったんですけど、うん、一発目ですよ。すごい。すごいでしょ。うん。そこそこ気になる品物の数々、略して粗品。スタッフさん、今回の粗品は何ですか？はい、今回ですねソニーのバッテリーチャージャーの BCTRX という製品ですね、うん、ここに書いてあるようにソニーのこの種類、1,2,3,4,5,6,7 種類のバッテリーがチャージできるはず。あでここにですねこういうレバーがありまして、はい、これをこう入れ替えることでいろんな種類のバッテリーが入る。ちょっとこの機構はドキドキしますね。そうでしょ、うん、このこういうことをやってくれているチャージャーはなかなかないでしょ、うん、結構ね昔のソニーはこういうことをよくやってたんですよ。で最近またやりだしたんだ。なんかもしかしたらソニーのいい部分が復活してきたのかな。さらにですねこれちょっと今電気流れてないんでつかないんですけど残量マークが出る。ここまで凝ってるのはなかなかチャージャーはないですよね。でさらにですねあのこれを切り替えることによって、うん、USB-AC アダプターになると。便利便利でしょ。便利。ここまで来てるあの製品はなかなかないので、うん、それをソニーが出してくれたのちょっとソニーファンの私としてはですね、うん、嬉しくて紹介してみました。 お値段はアマゾンで、4527円で今売ってました、うんうんうん、という感じでどうですか。でこれソニー製品をいっぱい持ってる方はいいんじゃないですか。いいと思いますよ。あのデジカメ系とかあと、最近出たあのオンボードカメラ系とかの、まあうん、割と普通に今使われてるソニー系の製品用電池なんで、うん、これ1個持ってればソニー製品の他の機種の電池も充電できるようになるんでかなり便利だと思いますね。ね、なんか旅行行くときに5本も6本も持ってたのかな。そうですね。あのまあでもこういうのはあのどんどんこだわって作ってほしいもんですね。こういうふうに、うん、あの適当に1台の機器に1個つけちゃうんじゃなくてもうそれ以上にこのバッテリー1種類にしてほしいってのもあるんですけどね。他にも、機能がいろいろあってツイッターに投稿とかもできるんですね。本当のつぶやきですねこれ。本当まさにつぶやいたことがつぶやかれるじゃあムフフって出ちゃいますね。じゃあ実際に、ツイッターに声で投稿っていうのをやってみましょう。はい、あのここの、僕が操作してこれを、はい、クリックしてグリーンにしますんで、うん、そうなったら、ウィンドウが出るんですね、はい、でウィンドウが出たらそこでツイッターに投稿したいメッセージをなんか言って言い終わったらクリック OK って言うと OK ボタンをクリックしてください。クリック OK、 クリック OK、 OK です。あのいきなりクリック OK って言うと何も通せません。わかりました、はい、で実際にやってみますね。はい、いきますよ。ツイッターに投稿。おー、言っちゃった言っちゃった。これ消すときはじゃあキャンセルでしょ。そうそうで驚くでしょ、ウィンドウで見た。心の準備はね。そうですね、驚いちゃダメ。もう一回もう一回。ツイッターに投稿。ただいまドラゴンスピーチのテスト中。
クリック OK。 おお行きましたね。今実際にツイッターのみのり先生がツイートしたんですけど、僕のアカウントでツイートしたことになってますけども、うん、これですね。ただいまドラゴンスピーチのテスト中、ウフウフはニョロニになっちゃいましたけど、うん、なるほど、こんな感じで声だけで一応ツイートできる。すごい。さっきのところでウフフって言わなければきっと成功してましたよ。クリック OK。 クリック OK。 ちょっとかっこいいでしょ、はい、未来戦隊みたいな、うん、クリック OK みたいな。で他にあのカーソル移動とかもできるんですけど、はい、ちょっとねそれはあのコンピューターの直接の操作だとかなりでもないんですけど、練習がある程度必要なんでちょっと今回やんないですけども、うん、こんな感じでいろいろコンピューターを直接声だけで操作できるという。はあ、どんな感じですか。なんかちょっと近未来ですね。しかもなんかこれとかもえ、これ効果音的なのは入るんですか。こうやってます。にゃーとかパチパチとか。じゃ あの好きなのをちょっとやっていただいて。あ、ダメですね。ダメですね。音はダメですね。やっぱちゃんと喋んないとダメなんですね。そうですね。おーおー、シャメ斜め読みなんですね。すごい、シャメ斜め読みなんですね。ブヒヒって今度ブヒヒだった。ブヒヒだったんですね。こういう遊びもね、この遊び意外と面白いですね。ずっとなんか自分の笑い方がなんていう笑い方かこう分かるの楽しいです ね、 いいですね。今のはブヒヒでしたね。いろいろバージョンがあるんですけど、通常版のこのヘッドセット付きのが 24,255 円が、うん、ジャストシステムの直営ショップ価格ですね、はい、まあ 25,000 円ぐらいで音声入力ができるようになる。ぶっちゃけた話をすると、ちょっと遊ぼうというとか、ちょっとだけ音声入力だったら、Android スマートフォンとかの音声入力でメールを書いて自分に送るとかいう手もありますよね。あ、まあでもそちらの方面のテクノロジーが好きな人で、うん、まあ、用途があるんだったらかなりいいんじゃないですかね。でも効果音が入らないかったら、こういうあれじゃないですか、こうポテトチップとか食べながらパソコンができるところですよね。もう両手油ギトギト。そうですね、それはでもクリックバリバリしちゃダメだと思う。バリバリしちゃなんか変なウフフとか入っちゃうと思いますね。ふざけた人には向かないといいですね。